最近急に寒くなってきたよね。特に朝晩の冷え込みは凄まじいよな。でも日中は結構暑かったりするんだよね。季節の変わり目だからな。この時期は1日の気温差が10度近くあるから、体力の消耗が辛いぜ。風邪をひかないように注意しないとだね。それにコロナに関しても全然油断できない状況だし。ワクチンを打ったからといって油断していると足元をすくわれそうだな。そうそう、不急不要の外出は継続して控えるべきだね。中国も外出自粛して南シナ海侵攻を控えてくれるといいのに。もうそんな願望は諦めた方が良さそうだぜ。中国はもう止まらねえよ。止まるんじゃねえぞ。さっきと言ってること違うじゃねえか。止まらない云々を言われるとつい口をついちゃうよね、このセリフ。そろそろ本題に戻そうよ。今回はそんな中国が南シナ海に進出して人工島の建設を進行させていることや、周囲の反対を無視してまで進み続ける中国の真意について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年3月24日付の香港サウスチャイナモーニングポスト紙は、南シナ海のスプラトリー諸島で新たな埋め立て工事を中国が敢行したと報じ、周辺国の反発が予想されているよ。スプラトリー諸島？その南シナ海スプラトリー諸島とは、中国以外の周辺国であるフィリピンやベトナムも兼ねてより領有権を主張している場所であり、この両国を含む中国への抗議は必須だろうと考えられている場所だね。南シナ海にはこのスプラトリー諸島をはじめとして、他にもパラセル諸島、マックレスフィールド岩礁群、プラタス諸島が存在しているんだ。現在史を紐解いてみると、日清戦争後に台湾を割譲されていた日本が1939年にはこれら全ての4諸島を領有実行支配していた時期もあり、これは太平洋戦争に敗北する1945年まで続いたんだぜ。もともとは日本のものだったんだね。うん、日本の太平洋戦争での敗戦後には、まだ中国大陸にあった中華民国とベトナムを植民地としていた、フランスとがスプラトリー諸島とパラセル諸島の領有権を争い、ここにフィリピンも加わった。三国が対立してたんだね。領地の主張は昔から争いの種だもんね。おおむねスプラトリー諸島は中華民国が立候支配することに成功したが、中国共産党との内戦に敗れた両国は1949年に台湾に逃れ、以降は建国された中華人民共和国が台頭してくるんだよな。もともとは中華民国台湾の蒋介石が定義したとも言われる南シナ海上のラインいわゆるクラン戦が1953年頃から唱えられ始め、これに基づいて中国も自国の領有権を主張するようになったってわけだぜ。やがて1960年代後半になると、国際連合が東シナ海や南シナ海での海洋調査を実施、石油や天然ガス等の海底資源の埋蔵が予測されたため、周辺国による領有権争いは激しさを増すことになったんだ。時代も時代だったし、資源の確保に躍起になるのは仕方のないことなのかもね。加えて中国にとっては南シナ海の平均で1200メートルを超す水深の深さが、浅すぎて戦略型潜水艦の活動領域として適さない東シナ海等に比べ、その重要性が一段と認識されることとなったようだね。こうした状況下、1971年になるとまずフィリピンがスプラトリー諸島の領有を打ち出して軍を派遣、1974年には当時の南ベトナムも同様に軍を出したが、これに中国も反撃したんだ。南ベトナム軍と中国軍は海戦にまで発展し、これに勝利した中国がパラセル諸島への戦域を実行支配することに成功。ベトナム戦争後の統一ベトナムと中国とは1988年にも武力衝突することになったんだぜ。ここでも中国はベトナムに対して勝利して南シナ海のスプラトリー諸島における実効支配を固め、周辺の東南アジアの国々は対話による中国との交渉への方策を模索し、これに対抗しようとしたらしい。もともと大国だけあってやっぱり中国は強いね。しかし1995年にはフィリピンが、ミスチーフ省において中国が軍事施設を一方的に建設していることを指摘。これはスプラトリー諸島の一つであり、今に続く中国の人工島建設の元となったんだ。2007年になると中国は海南省の行政支配下にスプラトリー諸島、パラセル諸島、マックレスフィールド岩礁群を組み込み、その実効支配を強固にしているよ。着々と地盤を固めていったってところか。翌2008年には海南島への三阿弥海軍の潜水艦基地を建設し、名実ともに南シナ海を自国の戦略型潜水艦のフィールドとし、搭載する潜水艦発射型の大陸間弾道弾によって核攻撃力を誇示するようになったぜ。
こうして拡大を続ける経済力と軍事力を背景に中国は南シナ海の領有を既成事実化し、すでに周辺の小国では対応しかねる域にまで達し、ほぼ対抗しうるのはアメリカだけという状態を作り出したってところだね。もう少し早い段階でみんなが協力していたら中国の行動を止めることができたのかもしれないね。まあそこはある意味中国の迅速な声添えの賜物だろうな。目的のためにいろいろな己を過ぎ切ってハノイを進む姿勢にはある種尊敬の念を思えないこともないな。それが国際的に見て正しいことかどうかは置いといて。そうだね。それでも2012年にはフィリピンガスカボロー礁をめぐって中国の公船及び漁船と対峙する事象が発生したが、当然中国は譲らず翌年にはオランダハーグの国際裁判所に中国の行動抑止を求めた提訴が行われたよ。こうした中で中国は公船の所属元である中国海警局の組織強化を進め、領域に配備する艦艇の増強も推し進め、巡視船としては世界最大となる1万2000トン級に、76mm 砲を搭載した大型艦も投入しているぜ。アメリカはおよそ2014年頃から、中国が一方的に主張する南シナ海の領有を牽制する目的として、航行の自由作戦と銘打った海軍艦艇の同海域への派遣を不定期に実施し続けているよ。南シナ海におけるこの報道が多いため、航行の自由作戦は中国に向けた作戦かと思われる向きも多いだろうが、2001年以後37カ国に向けて実施されており、ホルムズ海峡などもその対象だね。ちなみに2016年にオランダハーグの国際裁判所がフィリピンからの訴えに基づいて出した判決は、フィリピン側の主張をほぼ認め中国の南シナ海支配に根拠がないと示したが中国は全く無視して現在に至っているぜ。改めて見ると、やっぱり中国だよね。野心的な国家が力を持つとろくなことにならないな。本音を言うと、この野心的な部分が少しでも日本にあれば状況は好転するかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、最後まで見てくれてありがとう。よかったら、チャンネル登録してね。見てくれて、ありがとう。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